サプロのことを応援してるお客様がもう接客がほとんど文ちゃんになってる、要は私の接客を真似てどんどん良くなってる、うん、結局自分のこと褒めてる。そうなんですよ。プロ雀士が集う隠れ家麻雀遊戯バーへようこそ。さあ、文吾さん、三浦さんに来ていただいての麻雀遊戯バー、続いてのメニューはですね、文吾軍団って何っていうことで、もう常日頃ですね、文吾さんはね、文吾軍団って言ってますけども、ちょっとあまりに言い過ぎだから、その実態にやっぱり一回迫っとかないと。私言ってない、周りが勝手に文吾軍団って言ってるだけ。そう、え、三浦さんどうですか。文吾さんだけ言ってます。初めて反旗を翻しましたね。言ってない。麻雀遊戯王ということで、ちょっと文豪軍団ってどういうことなのかっていうのをちょっといろいろ聞きたいなというのが。どういうことなの、どういうことですか。文豪軍団ってプロ団体にも作るのかな。いやいや、作んないですよ、ほんとそんなのないです。ただ、はい、まあ私が自分で言うのもなんですけど、はいはい、ちゃんとしてる子たちの軍団。いや、なんか待って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 、おかしいおかしいおかしい。ってことは、文豪軍団に入ってる子たちというのは、文豪さんが認めたこの子たちはしっかりしてるよという子たちで、入ってない子たちっていうのは、文吾さんが見放した2回呼んで終わった子たち。違う違う、そんなこと言ったら3回目がない子はもう入ってない。違うよ違う、仲いい子たち、馬が合う子たち、私と。じゃあ友達じゃん。友達、あ、いいですね、友達です。ただ文じゃないじゃん、友達、文吾友達みたいな。え、文吾の友達だよね。どう、はい、え。そうです。でも私が文吾軍だって本当言ってるわけじゃなくて、うん、なんか本当これ私聞いた話ですよ。聞いた話なんですけど、はい、私が一回も遊びに行ったことがないお店、はい、麻雀荘で、はい、なんか誰をゲストに呼ぶみたいな話があったらしくて、はい、お店のオーナーさんとか店長さんとかがこの人ゲストに呼びたいねみたいに言ったら、そのお客さんたちが、はい、その子って確か文吾軍団の一人だよね、絶対いいじゃん、文吾さんに認められてる子なら絶対大丈夫だよみたいな感じで、はい、私が行ったこともないお店でそんなお客さんたちが話してるらしいんですよ。すごくないですか、文吾軍団。まあまあ、要はある程度の信頼を得てる。そう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 、そういうのがあるといいですよね。ですよね。だって、得してることいっぱいあるでしょ。めっちゃありますよ、ほら。デメリット、文吾軍団のメリットお願いします。メリット、デメリットとメリット言って。デメリットは文吾さんの一位だと思われること。まずここがデメリット。メリットは、メリット困ってんじゃん。ちょっと待って、なんかあるんだけど。うまく言葉にできない。そう、うまく言葉にできない。でもいっぱいあります。いいね、ちょっと今日ここに呼ばれたから。すいません、マジで分団長ね。それだったら誰でもよかったよ、ここに座ってる。分団長厳しいですね。文吾さんが苦手な人とか馬が合わない人は文吾軍団って聞いたら結構わってなるかもしれないですね。どういうことですか。デメリットとして、あとね、その文吾軍団でね、なんか良かったって言ってる子が、まあ、上野亜美プロっていうね、うん、まあ、皆さんご存知の上野亜美プロが、はい、なんか文吾さんと仲良くしてから先輩女優にいじめられなくなったって言うんですよ。抑止力に、そう抑止力になってる私が。もう本当ワンピースの4個みたいな。すごいメリットじゃないですか。うん、いや本当にでもあの上野さんは、うん、まあ、後輩先輩問わず結構言われやすいキャラ、いじられやすいキャラなので、まあ、そうですね、そう、うん、いじられキャラとしてもね、そうなんですよ、上野さんが立ち回れてしまうから。そう、上野さんはまあそこで笑って笑顔で押し殺すんで、うん、なんか結構みんなから言われやすくて、もちろん先輩からもきつい言葉とか過去にいろいろ投げられてたんですけど、すごい私と親友のような関係になってから全くなくなった、うん、なんならなんかおはよう、あいみちゃんみたいな感じで先輩が急にコロッと態度変えて、別に私が何かしたわけじゃないですよ。いや本当に先輩にね、本当にそうです、はいはい、まあでもまあやっぱりそのことによって信頼を得てるんですかねってことは。だから文吾軍団っていい軍団じゃないですか。まあ そうですね、そこだけ聞くといい。でも私は本当ありがたいんですよ、なんか、うん、プロ歴はすごい結構長いじゃないですか、16年いて、うん、でその文吾軍団にいる子たちってやっぱ後輩が多いわけじゃないですか。だけどみんな一緒にご飯とか食べてるときはすごい私のことを煽ってきたり、うん、なんかまるで友達にかのように接してくれるんですよ、うん、それがすごくありがたいと感謝してて、うん、すごくいいなって。文吾軍団って、あなたも文吾軍団の一人だからね。ありがとうございます、嬉しいです。
なんか自分で軍団、私文豪軍団だからとかっていうのはなんかちょっとまだ入ってないかもしれないし、うじうじみたいな感じだったんですけど、そう言われたらもう胸張ってこれからもうツイッターに書いちゃう。書いていいよ、文豪軍団って。海野さんだけで文豪軍団って書いてるの。お守りとしてね。お名前としてはよく上野さんとか、はい、杉村さん、あと三浦さんのお名前を聞くんですけど、はい、他にどなたがいらっしゃるんですか。まあよく遊ぶとか、ね、そういうのを含めて、まあ、整理してほしい。一回文豪軍団の整理、うん、整理しましょう。まあやっぱこうやってね T シャツ作ってくれて、最強製のね T シャツとか動画も全部、うんうんうん、あの時間を惜しみなく使ってくれる空川サラダプロ、はい、空川さん、はい、あと佐伯なこプロ、まだ麻雀遊戯王に多分一回も出たことないんですけど、佐伯なこプロ実況とかで活躍してます。一日店長の時に、ね、来てくれたからですね、はい、あとは最近だと、はい、まあ、とにかく一押しなのが麻雀連合の石川ありさプロ。 あの子は、うん、麻雀中の接客もかなり良くて相当呼んでるんですけど、まずね麻雀中でほとんどの人が初見なのに、うん、一見お嬢様みたいな見た目なのにガンガン話しかけていけるんですよ。ああ、なるほど。で、かわいい、私かわいいみたいな感じで、うん、報酬してもみんなからすごい煽られたりして笑顔でニコニコやってるし、石川さんが上がってもなんかそれはそれでネタになってすごい盛り上がってて、うん、とにかくね、麻雀大会のゲストは最高だね、ピカイチ、石川ありさプロ、なんでいいかっていうと、私これお客様から聞いたんですけど、うん、石川ありさプロのことを応援してるお客様がもう接客がほとんど文ちゃんになってる、要は私の接客を真似てどんどん良くなってる、うん、結局自分のこと褒めてる。そうなんです。あ、でもそれを聞いて嬉しくて、私は、うんうん、盗んでくれてるわけじゃないですか、そうです、一緒に働いてて、はい、 そうですね、でそれはすごく嬉しいというか、まあ、やっぱ麻雀中のその盛り上げ方とかっていうのは、うん、はい、私は自分の中でかなり上の方だと自負しておりまして、自負、うん、はい、ね、はい、はい、いやでもうまいよね。ですよね、うん、ありがとうございます。それは本当に、まあ、でも天狗にならないことだけ意識してるんですよ。天狗にならないことは、この間星野さんが言ってた第二の滝久を作ろうの麻雀遊戯場で言ってた文豪は天狗にならない、はい、皆さん見てくださいね。見てください、はい、今の空気で分かるようにみんな忘れてたんで。私は本当、はい、まあ、いいところでもあり、はい、自分でも気をつけてるのが絶対天狗にはならない。そうです、どちらかというと超破壊ですもん。天狗じゃないですよね。なんでこんな笑ってんのみたいな。ちょっと俺他の女優プロだったら絶対笑えないじゃん、はい、リビング何言い出すのって言ってさ、他の女優には言わないですよ、体型が違うんですよ。何言ってんの。でもね、そこで怒らないところも天狗になってない。あ、そう、天狗になってない。確かに超破壊だな、超破壊。まあ、あとはあの上野愛美プロ、そうそうね、誰もが知ってる新宿フェアリーのオーナー杉村愛美プロ、はい、杉村さん、最近だと鈴木楓プロですね。お宅訪問行きましたね、文吾、うん、まあ、さんまでね、はい、鈴木楓プロ、鈴木楓プロも、はい、あの要は見た目的には水口美香プロ寄りじゃないですか、ね、お綺麗なプロ、そう、すごい綺麗でクールビューティーなんだけど、清楚な麻雀中本当に、うん、いい意味でうるさい、盛り上げ役になれるんですね。めちゃくちゃ盛り上がる、うん、わっしょーバイバーンみたいな。あー、なるほど。、ね、すごいですね、あんまり想像できないですね。想像できないでしょ、うんうんうん、で、無茶振りも対応できる、 上の愛美タイプなんですよ。なるほどなるほど。それでなんか面白いこと言ってよって、すごい嫌な無茶振り。言ったらできるみたいな、でも答えてくれる、答えてくれるタイプで、まあそんな感じですかね、最近。マリチョさんも張りたがってましたよ、文豪君。いや、恐れ多い。もうだって、あれ本物なんだから。なんですか、偽物の集合体。うちらだって、所詮ね、一般人から毛が生えた程度の知名度もね、ただの、なんか自分のこと可愛いと思ってる。ね、うん、まあ、ちょっとぐらい可愛い。ちょっと可愛いと思ってるだけの集まりだもんね。はい、マリチョさん、本物なんだよ。松島桃さんとか。あ、もう桃ちゃんももうタレント枠なんで、もう全然別枠だよね。はい。ね、あれを文豪軍団なんて言ったら恐れ多いよね、はい、松島さんはね、はい、ってことは意外と数がいないんですね。で、厳選してんのよ。入りかける人はいっぱいいるんですよ。でもあのダメなんですよ、やっぱり。勝てるみたいな。文豪軍団幹部だな、あの人幹部だな、すごいな、ねえ、連合みたいな。確かに一瞬文豪軍団っぽくなるとかそういう方は結構たくさんいるわけですね。だから正規メンバーにはならないみたいな。にわかね、にわかはいっぱいいる。天狗じゃないか、天狗じゃないか、そんな言い方したら。いやいや、本当に
別に誰とでも遊べますよ、うん、遊べますけど、うん、そうじゃなくて、例えば誰かいい子いない、麻雀遊戯王会で誰かなんかいい子いないって言われた時に自信を持って大会とかを盛り上げてくれて集客もある、うん、盛り上げてくれるってお勧めできるのが文豪軍団の人たち。なるほど、私の中でですよ、まあ、もう完全お墨付きまで至った方々というか、ね、そうです。もちろん他にも素敵な女流プロいっぱいいますけど、やっぱりその一緒に働いてたり一緒にあのご飯食べたりする時間が少ないんで、別に名前を挙げてないだけで、自分が知ってる範囲の中でこの子たちはおすすめできますよっていうのが文豪軍団です。なるほど、いいまとめ方した。ありがとうございます、うんうん、石川さんのね、佐伯さんには出ていただきたいですね。はい、この文豪散歩じゃなくてもいいのでね、うんうん、はい、動画とか出ていただきたいですね、はい、ぜひぜひ。じゃあもう次のお題そのままいきましょうかね。どんどんいきましょう。次、育児してるっていうことで、これしてないですよね。次いきます入れなくてよかったじゃんはい、育児してるわ。いやでもちょっとあのインピン君的にはあまりに忙しく働かれてるので、ちゃんと家庭のことやってるのかなっていうのを含めてちょっと聞きたかったんですよ。してないです。じゃあもうしてないじゃないですか。いやでも今のこの仕事量はちょっと本当に母と同居してなかったら無理ですね、さすがに。結構頻繁にイベントやってますもんね、うん、でもそのお子さんとの時間、例えば月1回とか2回とどみたいな動きというか、時間の作り方はしてるんですか？あ、もちろん月に必ず1日か2日は日曜日に絶対仕事を入れないで、朝から夜まで一緒に遊ぶようにしてたり、あと私基本的に夜仕事なんで、その昼間ギリギリの仕事行くまでの時間は保育園に預けずに一緒に家で過ごすみたいな、うんうんうん、でもしてない。もう家のご飯なんて多分8ヶ月以上作ってる。わあ、うん、だから朝ごはんも母が旦那の分作って一緒に母と旦那で2人で食べてて、うん、夜ごはんも、あ、もちろんあの私仕事でほとんどいないんで、旦那と息子とあの母の3人で食べてます、うん、なるほどなるほど。洗濯もしてない。あら、じゃあもうちょっと旦那さんとお母さんに俺はもう本当感謝しない。いや本当に感謝してます、ね、でもすごい応援してくれてるんで、うんうん、目に見えるじゃないですか、麻雀遊戯をこうやって動画に出てたりすることで、うんうん、そのちゃんと表に出てるんだなっていうのがその分かるから、そう理解してくれてるというか。ちょっと一回やっぱ旦那さんに来てもらって我々もね、ちゃんと言いたいですね。いやいや、もう謝ってほしい、うちの旦那に。謝ってほしい。散々人のこと著白海とかさ、ぽっちゃりじゃなくてぼっちゃりだとかさ。確かに確かに。毎回旦那朝、はい、麻雀遊戯王の文豪散歩見て、はい、ケラ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 笑ってた。笑ってたじゃあいいじゃん。あんた自分の嫁がこんな風に言われてるんだよ。それは確かにそうですね、うん、イビン君もちゃんと旦那さんにだけは謝罪をしたいと思います、うん、してほしい一回、はい、麻雀遊戯謝罪をちゃんと、はい、旦那さんに来ていただいてそれはしたいと思います、はい、というわけでしてない。してない、育児はしてない。ありがとうございます。わかりました、もう次行きましょう。なんかこれだと私の印象が悪いだけで終わってるじゃん。大丈夫大丈夫です、あの家族の印象は上がってるんで、ご家族の印象は上がってますし、 あと文化さんそれだけ頑張ってるんだよっていうのも分かってます。感謝すごいしてます。はい、はい、家族のサポートあってちゃんと頑張ってくれてる。はい、感謝してます。はい、で次にあの地方行き過ぎだねっていうことで、育児しないで地方に行き過ぎなんじゃねえかっていう。なんか暇さえありゃ、なんか三浦さんとかと一緒に地方行って、地方で散々美味しいもん食べて、旦那さんとお母さんが息子さんの育児をしてる間に地方で美味しいもん食べて遊んで、よく見てんな人の X で加工した写真撮って、何なんだあれって思ってますけど、どうなんですかこれは。地方ばっか行ってます。嘘ではない。地方のゲストだけ今受けるようにしてるんですよ。まあ都内ではちょっと今あの自分のね、あのお店で、あの店長やってる、はい、マージャン業でも紹介させてもらった、はい、飯田橋論に普段いるんで、はい、都内ゲストは全部お断りしてます。そうなんですね。ただ地方は旅行感覚で行けるから、はい、受けてる。なるほどっていうね。ただその地方ゲストも、はい、そのやっぱ相方どなたにしますかって聞かれるとき、なるほど、文吾さんだけじゃなくてどなたかと一緒に来てくださいよ。あ、そうですそうです。もうその時は、はい、絶対に一緒に行くのは、はい、三浦桃子です。来た。それはやっぱまあ長い時間過ごすから嫌な人。それもあります。そう、うん、本当にそれもあります。やっぱりその終わった後にあのご飯、まあそれぐらいなら我慢できますけど、やっぱり移動、飛行機、うん、新幹線の移動で一緒にいて苦じゃない人。なるほどなるほど。でそれよりも、でも何よりもやっぱり一緒にお仕事してる間の、うん、まあ、集客力、うん、まあそりゃそうだよね。そう、人気も含めてということですね。あとやっぱ一緒にいて、でも立てるんですよね、
ちゃんと私を、桃子は。いやもう文吾さんがこんなにお客さん本当呼んで、え、バカにした感じでじゃないよ、言い方です本当にすごい立ててくれるんです、はい、私からしたら本当に桃子が一緒にいてくれて、やっぱ相乗効果でこれだけお客さんが来てくれてるの分かってるのに、桃子はあのもう私だけの力じゃなくて本当文吾さん文吾さんみたいな、いるんですよ、女流の中には、はい、私のお客さんばっかりみたいな態度に出してくるやつが横手に、いますよ、私のお客さんですと言わないけど、例えばお客様が入るじゃないですか、ご来店するときに、はいはい、お互い共通のお客さんが入ってきて、うんうん、いらっしゃいませってなったときに、あー何々みたいな、はい、マジ来てくれたのありがとうみたいな感じで、うん、え、わかる、わかります、いいよね、そういう女流プロなんかグワーって、お客さん嬉しいですよね、嬉しいけど、それを見るとお店の側の人って、はい、あの人は文吾さんのお客さんじゃなくてこの人に会いにわざわざ来てくれたんだって思うんですよ、なるほど、え、こんなとわてこまで来てくれてありがとう、グワーっつって、はあ、ごめん、あまりに勢い、勢いきつい、勢いきつい、ほんとにそう、そういう、いっぱいいますよ、そんなのばっかりだよね、はい、え、わかるでしょ、わかりますよ、うん、誰のことかもわかるし浮かんじゃってる、浮かんじゃってる、いやでもほんとにそう、そういうのが、まあ、三浦さんにはないというか、なるほど、やっぱ一緒にいて本当に面白い、三浦さんは、ね、よくね一緒に地方に行かれてますもんね、うん、そういう、こうお客様が自分のお客様かのように振る舞うのを見ててあんまりいい気がしないってことですね、私がですか、それはそうじゃないですか、結果としてお客さんが呼べて前になってれば、うん、別になんかどっちのお客さんかってあんま気にしない人もいるかもしれない、うん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 、うん、でもそういうのは気になっちゃう、気になりますよ、私だって人間だもん青い人間だもん、青い人間だもん、だから毎年北海道に呼んでもらってるんですけど、はい、そこはもうずっと桃子プロとペアで、うん、ありがとう、また2月も行くしね、はい、もう決まってるんだ、もう決まってます、はい、どうですか三浦さん的には一緒に地方で文吾さんと一緒に回ったりするとそれも楽しいですか、めっちゃ楽しいし、文吾さんがこう一緒に行こうって言ってくれてるから私も行けてるから、うん、いやそんなことないよ、本当、いや、うん、違う違ういいですね、はっきりとした日で、まあ、今、まあ、三浦さんがどれだけ集客を持っていようと地方にオファーが来てちゃんと行けるのは文吾さん合ってることですね、あとやっぱ、うん、あのもうすごいですよ、文吾葵って地方に行ったらもう、ここあの文吾さんみたいになってんの、丁寧に信じてくれないの、いや、ほんとなってる、もうフロア湧いてる、フロア湧いてる、フロア湧いてる、マージン遊業、はい、東京じゃ当たり前なのよ、はい、いるのが、まあまあ、なるほど、そういるの当たり前なの、赤羽に行けば会えるしみたいないや、マジ、だけど地方に行くと文吾無双も、まあ、中にはちょっといますけど、やっぱ文吾散歩の、うん、いつも見てます、オタク訪問見てますって声かけてくださる方が本当に多くて、なるほど、なるほど、本当にね、この番組にそこだけは感謝してる唯一感謝する、いや本当、まあでも そうやってあのお客さんたちが言ってくれるから、あの呼ばれていけるわけなんで、地方ゲストに未だにね、こんなね、いいですね、何も結果も残してない急にまだ急に苦手なものいや本当にそうなんです、マジ営業のおかげで、でもなんかそんなこと言ったらあれですよね、いつも文吾散歩一緒に行ってる星野さんとかいいピンクは全然そういう美味しい思いもしてないのに、文吾さんだけずるいなっていうふうに思いますよ、我々は。それマージャン遊戯王を使って一番仕事を得てるの文吾さんか、そうですよね、確かに、そうですよ、あの恩恵もない、そうですよ、いやいやいや、ちょっと待ってくださいよねえ、我々なんかタイトルを持つことすらできない、いや、何の恩恵もじゃないよ初めた時から私ここギャランティー変わらないでずっと暑い中受けてるわ500円で頑張ってください一件500円なんなら今日だって私自分が出演したいからノーギャラでいいんだよってお願いしてんだからここにくださいよ、むしろくださいだよ、ね、むしろこんなスタッフの方たち用意してもらってね、そう確かにそれはそうで、払ってもいいもんね、はい、出させてなるほどなるほど、まあでもいいですね、だから地方の方がね、あの文吾さんにちゃんとね会いたがって呼んでくれるっていうのはありがたいことですね、はい、そのお手伝いができるのであれば麻雀遊戯王もありがたい話、もういつでもね、はい、私たち地方ゲスト2人で行くんでね、はい、ぜひお願いします、声かけてください、あのもう本当にギャランティー安くてもう旅行感覚で行くんでね、はい、お願いします、セットでセットで、そこにねちょっとだけねお金を足していただければ、エイキン君と星野さんもついてる、本当にいらないすぐに過去にやった広島ツアー、はい、もうお店はすごい良かったですよ、ね、楽しかったですよね、すごい良かったです、めちゃくちゃ楽しかったですよ、本当地獄でした、本当にもう二度と行きたくない、何がやるあなたたちと何がやるんですか次は絶対にずらす新幹線
一番辛かった仕事かもしれない行きの新幹線あんなに楽しく喋ってたじゃん。もう4時間半あなたの隣でそのあなたのマシンガントークずっと聞かせてほんとに苦痛だった。ブンゴさんが新幹線でなんか暇になったらいけないなと思って無理してイーピンクは4時間半って楽しくて黙ってろ言うなよ、黙ってろ言ったでしょ、はい、なんか仕事しろって途中で寝てたけど寝てるんですかってずっと話してた寝ても覚めてもずっと話してたじゃないですか。なのにそんな映画がひどい。はい、まあそんな感じで、そうですね、もうこれは終わりましょう。はい、次は博多に行きましょう。新幹線で、はい、皆さんも一緒によろしくお願いします。お願いします。よろしくこんな話をしたいわけじゃないよ。私聞いて、これからの目標聞いて。ああ、わかるじゃん。どうこさんのこれからの目標なんですか。なんかもっとしんみり聞いてよ。